皆さんこんにちは、ネバネバチャンネルのデシです。ロンドンからお届けしておりますが、よいしょ、行ってきます。寒くて、私の後ろ側のようなサインがたくさんあって、コロナだからできるだけ家にいて、私今日はデリバリーの仕事で出かけておりますので、街の様子を、見ることをお見せしたいと思います。今は中心部の普通の近所のマーケットにいるんですけれども、さまざまな野菜が売っています。どのようなものが売っているかと言いますと、果物、マッシュルーム、野菜などですね。この道にはですね、さまざまなお店があるんですけれども、不要不可欠なお店しか開いていなくて、服のお店などが閉まっているんですけれども、野菜と、そうですね、食べ物のお店とスーパーは開いています。で、不思議なことにお花屋さんとかは不要不可欠なものとして、なものだとされていますので、お花屋さんも開いています。今のところイギリスがロックダウン中ですので、お持ち帰りしか許可されていなくて、なのでレストランとカフェなどは一応開いてはいるんですけれども、お持ち帰りだけが可能。ここはお魚屋さんなんですけれども、すごく並んでます。魚屋さんの前でみんながものすごく並んでる、すごい長い列ができているという現象が見られています。今はこんな風に並んでいます。どんな魚、なんか魚はまだ売り切れてないんですけれども、はい、すごいずっと並んでます。トラファルガーの広場に着いたんですけれども、思ったよりもガラガラしていて、ちょっとセキュリティがいますね。あれ、すごい変なことが起きています。普通はですね、ここは座らないように、こんな風にこれがあります。この階段にも座らないように、このトラファルガーの広場で、すごいこの広場をめぐって壁、私の後ろ側に表示されるグレーの壁がこれですね、作られています。こんな風になっています。もう入らないようにって感じですね。で、バスが普通に動いてますが、はい、さっき工事の人との方とおしゃべりをしましたが、基本的には見ての通りトラファルガースクエアを巡ってカーベが作られているんですけれども、でいろいろ聞きましたが、基本的には人々が集まらないようにそういう風に設定しているという風に言われていました。はい、ロンドンブリッジに着きました。ここですね。で、はい、こんな感じ、こんな風に準備が進んでます。私の左側にですね、少し列ができています。で、手袋をつけている人もいるんですけれども、あ、これはですね、コロナのテストを受けるための場所
です。イギリスで今のところは症状、あのコロナの新型コロナウイルスの症状がある場合だけは、あのイギリスの国民医療機関に連絡して無料でコロナのテストを受けることができます。まあ、中は基本的にはこれからはちょっと人気のあるスーパーの様子を見てみたいと思います。すごいびっくりなんですけれども、いませんもっと丁寧に話した方がいいですね。この見たのない列ができてます。すごい列はどこまで続くかお見せしたいと思います。あれで、そしたらこっちから続きます。の列はすごすぎる。で、はあ、この列の終わりが見えないのはすごいね、本当に。この列がすごいね。見ての通り距離がすごいちゃんと守られています。すいません、これから入りたいホールフードでもすごい列が、結構列ができてるんですけれども、さっきのウェイトローズと比べたら、結構短いです。短いし、あの早く動いています。でそれはこれから入るホールフードはもう少しさっきのウェイトローズよりも少し高くて、すべてのもの商品はオーガニックのものです。このお店の特徴といえば、できるだけプラスチックを使わずに、紙袋を使ってルーズなものを買います。ここはですね、ロンドンの地下鉄のサインです。アンダーグラウンドで、ちょっと様々なお店がありますので見てみたいと思います。すごい、何が何でなくなってるんですかね。オレンジがなくなってますし、これ全部オレンジサラダ、いいのはなくなってますね。野菜とかじゃがいももなくなってますね。ここは払うところなんですけれども、カードでしか払えないと説明がされていますから、はい、今は川、テムズ川の近くにいるんですけれども、あの反射、テムズ川に反射しているロンドンアイは、ソーシャルディスタンスのことが書かれています。